3月の10日の新月大開運法。この新月から満月に向かって丸々を必ずやっていただきたいんです。しっかりと聞いていただけたらと思います。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、3月の危険日や大吉日の方はしっかりとチェックしていただけましたでしょうか？本日はですね、毎月お知らせをさせていただいております新月の開運法についてお話の方させていただきたいと思います。さあ皆さん、この開運チャンネルの方をご覧になっていただいて本当にありがとうございます。いいね、そしてチャンネル登録のご協力の方どうぞよろしくお願いいたします。さあ3月といえばですね、新生活の時期ということで、ご家族の方と離れて新しい生活始まってくるというそんな方たちも多いと思いますので、今回の新月の開運法はですね、新しい出会いのために行う開運法でございます。さあまず新月と満月のリズム、こちらのカレンダーの方をチェックしていただくとお分かりの通り、3月10日のところ黄色い丸印、そして25日の日が満月の日にちなんで黄色い丸印がついていると思うんですけれども、月のリズムの方も表記してございます。お一人様お一人様によって新月と満月の意味合い全然違います。月の満ちと書いて月経、女性の体には備わっているものがあると思うんですけれども、新月に排卵日、満月に生理、もちろんその逆の方もいらっしゃる。女性の心の動きというのは月の満ち欠けによってエネルギーが変わってくる。陽の力を持ってらっしゃる男性の皆様も、体の機能としてリズム全然違いがあるよというのは理解していただければありがたいなと思っております。さあ、こんなね、新しい出会いの季節と言われている桜満開になっていく3月の10日の日曜日、新月12直、破れのお日にちということになっております。契約事だったり、これからすること、お使いになることはできないんですが、終わりにする、断捨離をするという意味では、めちゃくちゃ素晴らしいことだと思います。ポイントなのは、こだわりを捨てるということなんですよね。どんどんエネルギー旺盛になっていくような季節になっていくわけですから、こんなこともしてみよう、新しくチャレンジしていくような意味で、今までの当たり前、さよならしてみるっていうのも一つの方法かもしれないですね。さあ、そしてそこから3月25日の月曜日の満月に向かってエネルギー伸びていきます。さあ、このお日にちね、土の絵のネズミの十二支スタートのお日にちで、六曜も大安十二直は納めると書いて、お産の日にち。めちゃくちゃ素晴らしい大開運日、満月に、ぜひとも一つやっていただきたいことがございます。自分の思いを言葉にしてきちんと伝えていただきたいということになります。今の状況って不変のことではないんですね。常に動き変化をしていっています。この木の変わり目として、新しい旅立ちをする方、例えば生活環境、学校、職場、いろいろと変化がある方って多いと思うんですけれども、今、周りにいる方たち、きちんと言葉にして思いを伝える日、ね、うちの娘も卒業のシーズンということになりますので、まあ何かしらの大きな行事ごとに関しては、たくさんね、子供たちにも向き合う時間というと、しっかりその都度都度作っていこうかなっていうのは、やっぱりその時は今しかないなっていうのをすごく思っていて、今回うちのね、子供も卒業ということになりますので、着物をね、着るっていうことなんで、着付けしてあげて、髪の毛もやってあげてっていう形で、思い出なんで、しっかりとやってあげようかなと思っていますし、日頃から協力的な子供であり、大きくなってくれたことにも感謝ですし、友達付き合いができるような関係性になれたということは非常に私も嬉しいなという形なんですけど、まだ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 伸びしろのある子供たち、これから楽しみだよということも含めて、きちんと言葉にして子供たちに向き合って伝えていこうかなと、はたまたね、100歳になるおじいちゃんだったりね、母だったりパートナーだったり友人だったりというところにも、この日を持ってしっかりと伝えていこうかなと思っております。さあ、その満月から4月9日の火曜日、十二直、兎の不成就日という新月に向かって、
って、徐々に月が欠けていくという形になっていくんですけれども、ここはもう新しい環境になってからの新月ということになりますので、また4月の新月の開運法のところでもしっかりお話ししていこうかと思いますが、前回私、花粉症ひどいんですというお話をさせていただいて、多くの皆様に花粉症のアドバイスだとか経験だとか、こういったものを食べるのを控えた方がいいよっていう案だったり、蜂蜜を取り入れたらいいよとか、こういったものを飲んでいますとかっていろんなコメントをいただいて、なるほどと思いながらも、本当に嬉しかったです。皆様コメントの方ありがとうございました。どうしてもアレルギー出やすい時期、本当にひどい方はお辛いんじゃないかなと、私もその一人だとは思うんですけれども、ここの満月から新月に向かってしっかりとデトックスしていく、すごくやっぱり重要じゃないかなと思います。さあ皆さん、情報がたくさんある社会になったからこそ、経験しなくっても知っている情報が多かったり、調べ物だけで頭でっかちになりつつある世の中になったからこそ、自ら動かない、感じたことがない、やったことがない、生で見たこともない、触れ合ったこともない、なのに否定してしまう、評価してしまう、非常に残念なことかなと思います。私のね、動画をご覧になっている方はとても温かい方が多いなと思うんですけれども、世の中のいろいろな動向を見ているとついついね、否定しまったり、コメントで書いてしまったり、ビッグニュースが、ね、世間を騒がせたり、やっぱり憶測で物事を述べてしまう。私本当になんかね、見てて泣けてきちゃったりとかして、それが勘違いから生まれる連鎖だったり、多くの人が傷ついてしまっちゃってるんじゃないかなってすごく思うんですよね。否定の波動、残念な波動、いい流れ、いい運気やってこないんですよね。開運体質作っていくには、憶測で物事を断定しない、こういったことからやめてみる、実際見てみる、触れ合ってみる。例えば私もおそらく皆様にとっては何者かわからないと思うんですけれども、やだな、何言ってんだよっていう言葉が自分の感情の中にもし生まれたのであれば、パッと消してすぐに忘れてください。本当にね、百聞は一見にしかずということで、あくまでも私自身が体感したこと、体験したこと、こういったお話をさせていただいているまででございますので、強制しようっていうことはもう一切ございませんので、これから新生活を迎える方、こうしたいっていう自分のベクトルでね、しっかりとチャレンジしていくっていうところを恐れずに、この一歩が出ることによって扉を開けることができるかもしれないですから、私もこの2024年もたくさんの新しい経験をして皆様に発信できるようにやっておりますので、皆さんもぜひ一緒にしていていただけたらなと思っております。さあということで、皆様いかがでしたでしょうか。3月10日から25日、最高の大吉日に向かってこだわりを捨てていくことを意識してみてください。4月は最大吉報方位がありますよ。今怒涛の駆け込みで皆様に勇気取りのお冊子の方をね、作らせていただいております。この開運体質作り体感をしていただきたいなと思いますので、ぜひとも公式 LINE の方からご注文もお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。